東西線運休と中央線に予告が出る。中央線ですから、これ中央線に東西線運休と。It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. メトロ各線ですね。ルカンシロップ書いてあるんですよ。11日12日東西線が線路切り替え工事で止まっちゃうんでね、こう表示してある感じですよ。線路切り替えで、あ、赤は見えねえって。まもなく4番線に各駅停車、2日かかると、2日で仕上げるから勘弁してくれと。終日運休なんで、ガンガンもう一気に48時間で何とかする。迂回乗車ってあの辺バスやな、バスしかないから。東武の車両です、東武の車両です。一応取るか。東武か、持ち上げて止まんのに東武の車両ですから。あ、この電撃が東武だわ。はい、東武の車両行きました。52068、51068、はい、行きましたんで、はい、こちらは南千住駅ですけど、南千住駅でもついてると。終日臨時ダイヤで運転します。まあそりゃそうだ、臨時ダイヤなんで、これはこの2つは省略できるんじゃないかな。特設サイトこっちだよって、あ、通信料かかんじゃねえかよ。まあ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 、時刻表はまあね、春駅は貼って、まあ、東海線の駅は貼って、まあ、これ日比谷線なんで、日比谷線のはいいよな、これ書いとけばって感じでしょ。デフォルト感がいいな。はい、11時10分。はい、南砂町駅ですけど、まあ、東西線の T15 番、あっち側に行くとなんだイオンとかあるんですけど、まあ、そのイオンの近くの出口、これ閉鎖になるらしいっすよ。閉鎖というのか何なのか、もう廃止かな、これ廃止。イオンに近い出口はなくなるのかな。ちょっとなんか書いてあるんで撮影しておきます。はい、5月10日金曜日をもって1番出入り口1番廃止、 2A2B3 は使用休止だそうです。もう駅開業工事っていうか線形変えちゃうんですよね。でナウ、どこナウ。ナウはここじゃねえか、これし、なう多分ここなんですけど、イオンこっちなんで。結構嫌じゃない、結構厳しい感じがするな。使用休止って、そのうち工事が終わったら戻ってくるんでしょうけど、結構大変そう。本当にイオンあっちあんだろうなとか言われるんですけど、イオンあっちなんですよ。うっさー、これは結構イオンに行くお客様、スナモンに行くお客様、苦しくなるなって思います。遠くなっちゃうじゃんよって思いますから、ね、あ、そう。こちらの出入り口は5月10日をもちましてご利用いただけなくなります。5月13日からは新設の出入り口をご利用ください。文句多い人多いと思う、文句がある人多いと思う。今の掲示はかっこいいですよ、駅リニューアルってレイアウト変更、
かっこいいですけど、やってることは結構きついですよ。休止休止休止、お前ら出るなよ言ってるようなもんですから、ほら親切で、いや素直に行くお客さんかわいそうだって、これ使えなくなるんでしょこれ全部ベーンって、うわ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 、結構ね、あの通勤時間とか通学時間が伸びるぞって人多いと思うんですよ、これやめてよとか思わないですかね。俺が住んでたらちょっとやめてよ、なる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 。南砂町の駅のホームって今こういう状況なんですよ。しましきホーム、しましきホームで、地下鉄とは言いながらこの先は地上鉄でしょうね。一応取りましょうか。光が見えると思うんですけど、もうあそこから外出るんですよ。いや、こっちは入ってきちゃった感じなんですけどね。こんな感じ。過去になるかな。駆け込みもしにくくないか。昼間でもめちゃ混みますから。どうなんだろうね。こんな感じですよ。こんな感じ。まだホームドアもないんで、バシッと。ただ線形変えるんで、多分この壁の内側はできてるんですよ。もうできていて、なんだ、あそこ？あの辺からこっち側に線路を切り替えるんでしょ。多分駅できてると思いますよ。覗き窓、覗き壁があれば多分見えると思うんですけど、ちょっと探してみますね。覗けますけど、覗いたあっちは蛍光灯がついてる。仮設の壁なんで全然わかる。あっちがやってんなって。元からあったと。 The train is passing at track 2、はい、for your information。うまくやるんだろうな。お客さんが多すぎるんで、ホームを2つにするのかな。中の方面だけあっちの方面になるのかもしれないし、いや分からん。工事の完了を待ちましょう。今のホームはこうこうみたいな、さっきそっちの辺を撮ってたのかな。こうこんな感じですね。こっからこう撮ってた感じですね。で新ホームがこうあった感じ。今ある。ただどういう線形になってるかは詳しくは知らん。そんな感じですよ。でこれはちょっと風さんなの、一旦冬さんだ。これは砂も、はいはいはい、砂もね行く人多いと思うんだけどな。結構あのコンクリの壁熱いんですよ。熱いよなあれな。コンクリの壁が線路の幅に対してあるくらいですから、70センチか80センチあるんじゃないの、コンクリの壁。
あちらは中野方面専用かもな。なんかそんな気もするし、こっち側のホーム自体が全部オワコンになっちゃうかもしれないし、ちょっとわかんないな。どうなんだろう。完成を待ちましょう。あれですけど、まあ、あっち側のホームしっかりバッチリできてますからね。どうなんだろう、線路だけかな、うまくやればいいのかなとは思います。電車来ちゃうので分かんなくなります。不完全な動画ですけど、まあいいんだそれで。次は東陽町です。